動画は頑張って作ったけど、アップロードして公開するまでの作業が地味に面倒くさいと感じることはありませんか？よくわかります。中にはここが面倒くさいために動画作成の作業が遅くなるなんて人もいます。そんな時におすすめなのが動画アップロード時のデフォルト設定です。ここを最初にきちんと設定しておくと、動画をアップロードするたびに生まれる作業を最小限に抑えることができます。面倒くさいと思う機会が減るので、結果的に動画制作に集中することができるようになるでしょう。デフォルト設定できる項目はこちら。タイトル、タグ、キーワード、動画説明欄の3つです。タイトルのデフォルト設定は、再生リスト内の動画に共通のタイトルを入れるのに役立ちます。よく検索されるキーワードを入れると動画の表示順位にも良い影響を与えます。タグキーワードの設定もシンプルです。チャンネルに共通するタグを設定しておくことで、動画が投稿されたら自動的にタグが設定されます。動画投稿時にいちいち個別にタグを考える手間が省けます。最後に動画説明欄のデフォルト設定、チャンネル登録の呼びかけや簡単な自己紹介、ウェブサイトの URL などは全ての動画に掲載した方がよく、この手間をなくすことができます。詳しい設定方法については他の動画で解説しています。動画説明欄をご覧ください。20分ほど時間をかけてしっかりすれば、その後の動画アップロードが格段に楽になりますよ。ぜひデフォルト設定に挑戦してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。